よーし、行くよ。まだまだ。どうどう？私も結構やるでしょ。こいつはやべえな。ジビエ料理の実力見たか。もっと腕を上げねえと。これくらいできて当然だわ。さあ、始めましょう。悪くない出来栄えね。あら、いい感じじゃない。さすがといったところね。やるわね。でも諦めないわよ。驚いた。負けてられないわ。よし、やったぜ。お上がりよ。よし、ありがとうございました。上出来じゃないかしら。ま、こんなもんか。もっと腕を上げ。ああ、暇じゃねえけど。お嬢がこの辺りで手のひらサイズの大きな雲を見かけたらしい。せっかくだから余ったヨーグルトあげてこいだとよ。
そうだな。みんなだと？なぜそこに俺を誘う？はあ？おかえり、相馬くん。って、黒木場くん？おう、こりゃまた珍しい。雪平が誘ったの？誰彼構わず声をかけちゃうところは雪平くんらしいわね。どうでもいいけど、なんでまた僕の部屋？雪平、お前何を企んでいる？てめえ、よくも抜け抜けと。まあまあ黒木場くん、相馬くんに対はないよ。せっかくだし、みんな仲良くしようじゃないか。第七席、一色サトシ。おお、十血に反応した。あ、座った。一色先輩が気になるみたいだね。でも完全に獲物を狙う虎の目をしてるわ。黒木場も十血を狙ってるんだね。うんうん、その向上心大いに結構。僕に隠すものは何もない。存分に見ていってくれたまえ。そこは隠してください。でね、丸行ったら飛行機の中はずっと顔面真っ青でさ、気持ち悪そうにしてたし、リバースするなら誰もいないところでねって言ったら本当に慌ててトイレに。ああ、もう別にいいだろう。前日も緊張であまり眠れなかったんだ。っていうか、フランスまで来てどうして僕の部屋に集まるんだ？しかも話す内容が僕の暴露話。これ何の罰ゲーム？まあまあ、いつものことじゃない。いつものことだから言ってるんだよ。極星寮のメンバーは賑やかでいいね。遠い異国の地だというのに、なんだか安心するよ。相馬くん、初日からしっかり馴染んでたよ。くだらねえ。力のない奴らが慣れ合ってるだけだろう。どうせ調理場に立つときは一人なんだ。それともその仲良しごっこを調理場でも続けるつもりか。ああ、黒木場くん、そんな言い方。心の支えになるとか抜かすんじゃねえよな。はい、さあ好きなだけ味わいな。これは、極星寮みたいに個性派揃いが一つ屋根の下に住んでれば、いろいろな可能性が広がるんだぜ。食材一つとっても、私のジビエに、イブサキの燻製、リョウコの麹とか、極星畑の自家製野菜とか。どう？物は試しだし、黒木場も極星寮に住んでみたら。俺が？ちょっと勇気、それはいくらなんでも。なんで？別にいいじゃん。ダメじゃないけど、いきなりすぎるでしょ。ああ、そっか。いや、お嬢のこと抜きにしてもお断りだ。でも、黒木場くん、そうは言ってもここの食材には随分関心があるみたいだね。さっきから視線が釘付けになっているけど、調理してみたいとか？まあ、
そうっすね。どうだろうみんな、いいかな。私はもっちオッケー。面白そうね。黒木場くんの実力も見られるし。僕も別に、この部屋から出て行ってもらえるなら何でも。だそうだよ。じゃあ決まりだね。安心しろ、ここにいる誰よりもうまく使いこなしてやる。食材をよこせ。10分待ってろ。できたぞ、たっぷり味わえ。ほうほう、これはこれは、見た目も素晴らしい。極星畑のドライトマトが鮮やかで綺麗だ。じゃあ早速いただきます。じゃあ俺は帰るぜ。あんまり遅いとお嬢に怒られるからな。お疲れさん。食材悪くなかったな。あの自家製野菜のハリツヤと甘み、手間暇がかかっているのがよくわかる。できるのなら仕入れてもいいくらいだ。あいつらと馴れ合うのはごめんだが。幸平、どうした？もう用は済んだからな。雪平、なぜ俺に構う？お前にメリットはないぞ。そうか、やっぱりわからねえな。気が向いたらね。人並み程度だな。もっと腕を上げねえとな。もっと腕を。もっと腕を。もっと腕は。調理室を使っているのは誰？もうとっくに使用時間は過ぎているはずよ。よりにもよってこの男とは。そうよ、ほらさっさと場所を明け渡しなさい。そんなの知ったことじゃないわ。どうして私が？意味がわからないわね。するわけないでしょ。あまり軽く考えないでくれる？私の味見は事前審査と莫大な契約料が必要なの。身の程を知りなさい。
だからそもそも使用時間をオーバーしているのだけど。人の話を聞きなさいよ。ふん、そう、日本と欧州ではそもそも水の質が違うのよ。日本と欧州では水に含まれるミネラル、カルシウムとマグネシウムの量が異なる。ミネラルの少ないものを軟水、多いものを硬水と分類する。この差は料理にも大きく影響するもの。欧州には硬水の適した料理が多く、日本には軟水の適した料理が多い。それぞれの料理はその土地の水を生かす形で発展してきたとも言えるわ。硬水で和食を作るのは難しい。これは当然の結果ね。やはり君は東月学園の生徒としてふさわしくないよね。いやよ、私は雪平くんに早く学園から去ってほしいの。わざわざ敵に塩を送る真似をするとでも。何とでも言いなさい。ほら、これ以上は時間の無駄よ。早く片付けて。ちょっと、話を聞いたら片付けるってそういう約束だったでしょ。あー、もういい加減にしてくれる。君に埋め合わせできることなんて何一つないわよ。それにしてもムカつくけど手際は悪くないわね。無駄な動きが全くない。まあこれくらいできて当たり前だけど。見てないわ。そんなことより早くなさい。よかったわね。この男、私が水が違うと言っただけで出汁の出が悪い理由に気がついた。しかもその場で即座にやってみせて対応策にたどり着くなんて、自分にない知識を経験と可能性の模索で補う。結構よ。それよりもさっさと片付けなさい。でもやっぱり偶然で出来上がる料理なんて完璧からは程遠いわ。いいもの？何よこれ。そんなものを誰が食べるのよ。なんとも。そんなものいいから、終わったなら出て行きなさいよ。今すぐ。私の舌を怪我す気？早くどっか行きなさいよ。君にそんなこと言われる筋合いないわよ。まったく、あんなものを食べさせようとするなんて信じられないわ。本当、理解不能。君にしては努力した方かもね。